お、三つのり。おい、何タバコ吸ってんの。いや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 、いつ始めた。二三ヶ月前ぐらいかな。やっぱお前かっこいいと思ってんの。いや普通に、まあいや絶対やめた方がいいよ。なんでや。肌荒れるぞ。肌荒れる。うん、めっちゃ聞いたことあるんだよ。マジで。俺の先輩とかもタバコ吸い始めて肌荒れたとか言って、もうもともと汚ねえやん。それ言うなよ。だってやばい、待って、やばい、できてる、ニキビできてきた、ニキビできてきた。さあ待って待って、俺うめえな。やばい、ちょっと待った、俺今日もう酔ってきちゃったかも。ペース同じやん。絶対タバコ吸ってるからでしょ。いや違うよ。絶対タバコ吸ってるから。だってタバコ吸ってると酔い早いって。うんうん、俺酒豪だもん。吸った途端にほらほらほら、急速に回ってます、この人。ダメじゃん。吸わない方がいいって。だから吸わない方がいいよ。あーすごいよ、ほらほら。ちょ、うまー。そんなうまい納豆ご飯、そんなうまい。俺消え始めたじゃん。ああ、まあね、まあね。そっから、うん、納豆ご、あ、ちょっと落ち着いて、落ち着いて、喋って、どっちだから、落ち着いてよ。禁煙してからなぜか、うん、飯がバカうまい。そんなことある？俺知ったことないからわかんないけどさ。でもさ、たまに言わない、うん、俺先輩とかからも聞いてたんだよね。あ、マジで。禁煙するとめっちゃ舌肥えるよみたいな。それ絶対嘘だよ。マジマジ、一緒だもん飯は。じゃあ一回見てて、うん、俺が納豆ご飯食って、うん、食って、おかしくない？食い方おかしくない。うめぇ。お前タバコ始めたのかよ。え、ずっと吸ってるよ。やばいっしょ。え、全然大丈夫。え、だってお前まだ大学でさ、うんうん、駅伝やってるっしょ。やってるやってる。知らないの？タバコ吸うと体力落ちるらしいよ。いや絶対嘘だよそれ。いやいや、よく言うじゃん。俺落ちてる感覚はない。で、むしろタイムとか上がってるし。マジで。うん、周りで吸ってないやついるけど俺より遅いもん。カズシはさ、吸ってるそのタバコってメンソール、うん、ああ、これはメンソールだね。うわ、やばいじゃん。何を。いや、俺ちょっとさ、噂で聞いたことあるんだけどさ、うんうんうん、なんかタバコのメンソールばっか吸ってると、うん、おっ、ただなくなるらしいぜ。マジ？マジマジマジ。え、初めて聞いたんだけど。え、ガチで。知らないんだけど。え、俺の地元の先輩、うん、あのマフィア先輩とか。あ、マフィア先輩。え、マジ半端なく立たないらしいよ。久々だね。久々だな、マジで。まだタバコ吸ってんだね。やめらんねえわ、多分。マジでやめた方がいいよ。だってこれさ、1本吸ったらどんぐらい寿命縮むか知ってる？わかんないな。1本吸ったら人生のうちの14分寿命が縮むって言われてんだよ。マジで？もう今これ1本吸ってるから俺より寿命が14分短くなってるんだよ。やめた方がいいよ、本当に。やめます。マジで？はい。じゃあ残りはもらっていい？俺は普通にさ、ねえねえねえ、関係ないからさ。ん？何しよう？なになに？俺聞いたことあるんだけど、タバコ吸うと寿命減るらしいで。マジで？いや疲れた。疲れたな。やっと一服できんね。最高だよ。俺もしていい？一服。はい、いよ。どれにしよっかな。え、どうしよっかな。 めっちゃあるじゃん。銘柄めっちゃちょこちょこ変えてると、うん、浮気性になるらしいよ。マジで、うん、いやでも俺浮気とかしてないよ。いや絶対してんだろその感じ。いやマジでしてないよ。おい、キョロキョロ言いすぎ。だってさ、飽きるじゃん、うん、同じ銘柄だと。ってことはなっちゃうじゃん。どうせあれだろ、ミキちゃんとな。ああ、何してんだよ。全員アイスし。おう、同じベクトルで全員アイス。お父さん。なんだ。それ美味しいの？まあ、マサルにはまだ早いかな。ちょうだいよ。ダメだ。なんで？これはな、うん、20歳になってからじゃないと吸っちゃいけないものなんだ。20歳？なあ。なんで？これを吸うとな、うん、身長が止まっちゃうんだぞ。身長止まるの嫌だろ？嫌だよ。嫌だろ？もう身長低いのかっこ悪いぞ。だよね、お父さんみたいにかっこ悪い人にはなりたくないもん。ほんとに。あいこすんじゃん。あ、もう変えた。あ、マジ？あ、最近髪なんか臭くなってきちゃってさ。あー、まあ確かに、うん、いやでもさ、噂なんだけど、うん、なんか加熱式の方が体に悪いらしいよ。それってどの根拠で言ってんの？いや、分からんけど。いやでも心配だな。俺はお前のが心配だよ。絶対髪の方が悪いもん。マジで？うん、でもネットに書いてあったんだよな。ネットが全てじゃないっていうのはお前もよく知ってるじゃん。よし。え？火つけて。あ、オッケーオッケー。うん、よし。ねえ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 、
そのさ、うん、人にさ、火つけてもらうやつあるじゃん、こうやって、うん、それあんま良くないって知ってる？え、知らないんだけど。そうなの？俺も先輩から聞いたんだけど、うん、なんかそれをつけてもらう人って出世できないらしいよ、うん、え、じゃあ俺側ってこと？つけられるとってこと？いや、どうなんだろうね、多分どっちもとかじゃない、うん、あ、マジで？もうその行為がさ、うん、出世できないみたいな。結構やってるわ、俺。はい、あ、課長。え、出世の話ではなし？なんでですか？わかりました、失礼します。ほらマジかよ、最悪、やばいっしょ、出世の話なくなったんだけど、でしょ。直撃するクロスカウンター、強みしてやって、最後、うん、超直撃するクソクソうさい見たことないガチャワラ、そんなの香り楽しい、一生ない、そのシーン早いよ。おい、痛い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 。酔っ払い。おい、楽しい。お前いつのお酒の人たちか。いやいや、もうダメやん。ダメやん、これ。え？やばいって。俺、なんも楽しくないって。いや、もうやめろって、するな。14分寿命減るらしいよ。マジで？マジマジ、だからもうやめろ。怖い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 。え、ちょっともう無理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 。え、捨てといて捨てといて。オッケー。じゃあ、これ俺吸うわ。え？なに、リーダーまだ吸ってんの、タバコ？タバコ1本につき寿命はどんぐらい縮むか知ってる？え、そんなのあんの？うん、マジ14分も縮むんだよ。え、そんなやばいやばい、やめた方がやめた方がいい。やばい、もうやだ、タバコやだ。マジで、じゃあ俺こうもらっていい？え、なんで？ガチヤマ？ん？まだタバコ吸ってんの？バカしといて。もし吸ったらな、うん、マザル、うん、お小遣い700円減らす。今まで4万円もらってたのに。ダメだ、もうそこは釣ったらダメだ。何やってん、せっちゃうの。うん、無理だよ。じゃあ吸わなきゃいいんだよ。やだよ。ダメだよ、身長止まったらモテないからな。お前刺すんじゃねえよ、ダセえな。おい、お前、お父さんに向かってなんてこと言うんだよ。せえよ、マジで。まったく今の若いやつは子供か、俺の。お前は。そうだよ。そうだな、うん、俺のせいだ。じゃあ本当だよ急な思春期。わあ、かわいい。すごくかわいい。これ書かれた瞬間わかったすごい。人に火つけてもらうやつ、うん、なんかあんま良くないって言わない？ああ、若干？ん？なんだろう。聞いたことない。知らない手で。なんだろう。知らねえな、それ。聞いたことない。タバコにまつわる都市伝説を10選やらせていただきました。これ本当に聞くんですよね。うん、まあ、なんか本当のところもあるし、嘘だろっていうのもありますね。そうだね。そうだね。そう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 。信じるか信じないかはあなた次第です。え、待って、イワンコフいて。はい、どうもイワンコフです。はい、というわけでこの動画が少しでもいいなと思ったら高評価、コメント、 Twitter とインスタのフォロー、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。練り壁。